では今日は「新約聖書の首都言行録」一章の3節より11節までを読みます。よろしいですかどうぞ。 イエスは苦難を受けた後ご自身が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し40日にわたって彼らに現れ神の国について話されたそして彼らと食事を共にしていた時こう命じられたエルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいヨハネは水でパプテスマを授けたが あなた方は間もなく精霊によるパプチェスマを授けられるからである。さて、人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を建て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなたとの知るところではない。あなた方の上に精霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、 ユダヤとサマリアの全土で、また死の果てに至るまで、私の承認となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに、天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが彼ら離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い服を着た二人の人がそばに立っていった。彼らへの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。 あなた方から離れて、天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。アーメー。<laughs> 祈ります。主なる神様、この時間もあなたの皆によって、あなたが許されたあなたの皆によって救われて、あなたの子供として、 の資格は与えられた。私たちが。信仰によって。あなたの前に今立っております。あなたに認められる喜ばれる。あなたの御心にふさわしい。礼拝が実にできますように。あなたの聖霊によってひとりひとりを助けてください。罪を諭して悔い改めに導いてくださり。 見心をとして見心にふさわしくあなたと共に生きることができますように助けてくださり裁きの怖さをはっきりととして奪って罪と妥協するようなことを生活から離れることができますように助けてくださり今日も見言葉を通してあなたから正しくこれから先駆けの人生を 守っていただき助けていただき導いていただくことができますように発りと諭してくださいすべてを主の精霊に委ねます創生以前に計画された主の御心だけがこの場での一人一人とその家族にそして我々がイエスの皆によって手を合う人々に長寿されますように主イエスの皆でお祈り申し上げます。アーメン 70年代と80年代90年代まで韓国のえ通訳通訳が聞こえてますか聞こえてない全然 OK? こちらは OK なのにじゃあじゃあ テストしてくださいいいですか聞こえてますまだつけてないでしょう。うん、早く交換してください もう一個、もう一個。中学なしに語っても意味がありませんから。テストしてください。OK ですか、うん、ここまではカット。ハレルヤーえっ、ー、と。 1970年度80年度90年度までえ韓国の韓国のえ組織暴力団の幹部をポースを務めていた人々が2人も3人もイエス様を受け入れるようになったんですね。一時彼らはイエス様を受け入れて 明石の集会などもやっていたしもう完全に神の子供としての生活に切り替えて変えられていてすごい感動を受けたことがありますしかし最近その人たちの頼りを聞いてみると一人はもう また元の生活に戻って戻ったまま死んじゃった人もいるし、また死んではないけども元の生活に戻った人もいるし、またある人はポッカーまでやっていたんだけども、人を差し殺して今刑務所に入っている人もいるし、あ。<laughs> なぜこういういこことが起きたのか、えー、これはちっに悲しいことでありますが今の世の中の教会の間違った教えによるとこういう人々もイエス様を信じて受け入れて信仰生活もしていて、うん、一度イエス様を受け入れたならばあとは救いはもう確定しましたから。 こういうういい人々も天国にに行けるという話になってしまいまいすね。しかしはっきりと聖書に戻れて言いますとこの日こういう人々はこのままだとこのまま死んじゃうと天国へ行くのは大変難しいです。皆さんはどう思いますか再び元に戻っても天に入るし 信仰だと認められると皆さんもそう信じていますかもし信じているならば今今目を覚ました方がいいですよあ聖書にもイエス様にを信じた人々の中で聖霊まで受けた人々の中でも堕落して戻り戻り神の国に至らなくなった記録がありますのにイエス様を一度受け入れたことで まだ信仰生活したからといって、まだ教会で、え ?7 時だとはこういうつどめを受けたからといって、救いは確定しているかのように、重い人にもそう伝えて教える。両方とも倒れてしまうこと、皆さんははっきり信じますように。イエスの皆で祝福いたします。そういう部分に対する約束は聖書にありませんよ。聖書にある約束は、うん 生まれ変わって、イエス様は信じますと言ったことで救われる約束はありますが生まれ変わらないと天の御国には入れないとこういう言葉もありますよよろしいですかイエスを信じなさいそうすれば救われますとイエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますとじゃあイエスを信じた人が一人いればその家族も全員救われますか とんででもない話ですよ。聖書の真理がまだ全体的に分かってないから言葉辞理を掴むだけの信仰になっているから一度信じれば救われるというふうに勝手に決めてしまうわけですがならば一人がイエス様を信じれば家族は全員信じなくても救われるというそういうふうに解釈しないといけないでも聖書はそれを言っているわけではありませんよあなたが信じて救われれば あなたによって他の家族も救われる。あなたが正しく生きればよ。本当に救われた信仰に立っていれば、家族も救うべきだと。こういう話でありますよ。それも信仰によって、信仰によって。信じれば救われる。さち、信仰によって救われるという条件を突けたまま、あなたが救われて、救われた信仰であるならば家族も救うべきだし、それによって家族も信じて救われるんだと。結局は。 ですからまず福音を聞いたあなたがまず信じるべきだという話であることを悟りますように。アーメンできます言葉尻をつかむ人たちとは話はできませんよ。もう耳が塞がってますからよ。真理を語っても真理が呪いに聞こえちゃうからよ。痛み、苦しみにし縛りつけるかのように聞こえるから。そういう人々は、 1一度、2度、3度言って聞かないと捨てなさいと言ってます。捨てなさいと。こういうこと言うと、神はそんなえげつない神じゃないと言ってる人がいるの。えげつのない神が、愛の神が、じゃあ地獄に投げるのは悪魔が地獄に投げるの神が投げるの。さばいて最終的に投げるのは地獄に神様で。悪魔にはそういう権利もありません。こういった裁きが正しくないと言える人は言いない。ハレルヤ。ええ 甘えて天に行けると甘えて天に行けると思う自体がもうサタンから来たお心思いでありますよ神は言ってますよはっきりいつもイエス様ははっきりとはっきりとみんな一緒にはっきりとおく生まれ変わらないと神の国に入ろうとはできないアメン 当然入れないから見ることもできない。見ることも。ヨハネ3の3節では見ることはできない。5節では入ることはできない。同じ言葉ですよ。入らない人がどうして見ることはできますか見ることはできない人がどうして天に入,れている入っていると言えるんですか入れない,入,れない入り口までも行けませんよ。じゃあ。しかし。 私たちの甘い考えとは裏腹に聖書は今も実現していること,ところに皆さんそして私は注目しないといけないそして気をつけて目を覚まさないといけないそして聖書の記録だけでなくて聖霊によって聞こえてくる神の御声はもっと厳しく実現してますよなぜそれは個人向けの声だから個人一般的な教科書じゃなくて 個人個人に向かわれた神の声だから、2度も3度も同じことを聞,聞こえててきも聞かないと、今度は裁きの日が速やかに来てしまいますよ。その個人に向かって、この一般的な記録より、聖霊の見声を聞いて、勝利を勝ち取らない人は、神のいかなる約束にも預かることができないと、勝利を得る者すなわち、聖霊の声を聞いて、そのまま従える人だけが、 神様が約束された神の楽園、神の天国に入れると、刑事録にしゃんしょではっきりと語っての、信じたいと思った人だけ、アーメンとを教え様に送ります。今は、今はうろうろしているところではありません。じゃあ、なぜこういう人々が、イエスを私は刑務所にいたときに、イエスを受けられた 私は生まれ変わった。勝手に生まれ変わったと宣言してるの。それで私は新しい人になった。それで証しをして歩き回った。しかしまだ,まだ同じ罪を繰り返して、まだ無所に入って。それからまだ正しい子供に生まれ変わらぬうちに死んでしまう。それからまた人を殺してしまう。 以前の生活と変わってないの。家様を信じまという。口だけで生活が、中身が根本的には変わってないの。元に戻ったと簡単に言うより、生まれ変わってもないから戻ることもない。そのままの生活を続けるだけで、プラス宗教的な信仰生活を一つ加えただけなの。生まれ変わったならば、そこから出てくるべきですよ。二度と同じような生活を繰り返してはいけませんという意味です。 それがですから今までの過去をパプテスマを受ける時に水の中に葬ってお葬式を済まして誰のお葬式なのかパプテスマを受けるご本人のお葬式をするわけですよそれで死んでから自らあがる時にはち今までの自分が自らあがっちゃいけませんよ神の子供としてあがるべきなのこれがパプテスマなのアーメン本当はこの時に このバプテスマの時に一発で本当は生まれ変わりを完成すべきなんだけども、ほとんどの私をはじめとしてのクリスチャンたちが一発での生まれ変わりが無理なの。それでその後、精霊の力まで借りて、である時点で生まれ変わって、ある時点で天に行く資格が認められる時に、陸大をサロの主が許されるわけです。 個人差がこれにはありますがそこでまだその過程において生まれ変わりのする者が出てくると生まれ変わりができなうちに脱落する者が出てきたそういったケースが今言ったような人たちのケースであります生まれ変わらないと天に入れないことを素直に信じますようにアみン イエス様は信じます。信仰生活やっています。やってるつもりでは入れないの。僕は実際に陸大を去っていく人々の後ろ姿を霊的に見分けてもらって神様にこの人はどこにいたのか天に行ったのかあるいは他へ行ったのかを今までは私の知り合いの中ではほとんどその見分けを主から ジャーンと突きさせてもらってはっきりと言えるのそして聖書通りにそれが行われるということがまたはっきりと分かるようになっているから行けば行くほど正しく教えとすれば厳しく聞こえてしまう神牧師が15年前に説教したのと今の説教は比べてけないほど今が厳しいの なその時も正しく教えとしたんだけども、まだ経験がなかったから、今のように確実に力を入れて語ることはできなかったの。しかし、生きれば生きるほどこれは間違いありませんから。間違いありませんから。今、教会で神が聖書として精霊によって、僕たちが扱っているのは、皆さんの財産じゃなくて、皆さんの永遠なる運命と命なんですよ。それは下手して失ってはなりませんから。 なりませんからよ今甘やかしてあげたらお互い様は人間的には人間味あふれるぽっかいができるでしょうしかし共に地獄の火の中に投げ込まれる時には他に救いようがないの私も救われ皆さんも救われるために正しく語るしかない反面厳しく聞こえるところはあるかもしれませんが私がアーメンと言って神から受けたものをそのまま自分の囲むであって知,恵知識であって 神から受けたものを皆さんにただ語らせてもらっているだけなんですから皆さんも私のように神様にアーメンができまして行けば行くほど正しくなって生まれ変わりを完成した時点で神の国に無事安全に移される人になりますようにイエスケートのみなで祝福いたしますそのためには先々週間も説教しましたけども自分の肉を肉の思いを頭の考えを 判断を十字架につけて、イエス様にひたすら、聞こえてくる聖霊の御声にひたすら納得ができなくても、ああメンと言って喜んで感謝して、救われた、この恵みによって救われた命を守り続けていけるように頑張ってほしいです。よなぜかというと、時は流れてるし。 神の警告、刑事、約束は、実現しつつあるのが、今目撃できるから。信じますか信じましょう。もう私は行けば行こうと神様に感謝してるし、神様にん対する期待がさらに大きくなりますよ。本当に楽しみなの。生きるのが、そういう意味では。陸のの日々は辛いけども未来の 霊的にそれも永遠に神様によって備えられる人生と祝福が本当に楽しみなんですよ隣に聞いてみてあなたも楽しみですか全く楽しみなんかないような人の顔してますねあ俺は心配ですよどうなるか分かんないのこういうこういうこういう人はこれは謙遜じゃないの 不不信仰で不信仰仰で自分の人生に未来の永遠なる人生に自ら楽しみを持っているような信仰に確実に立ちますよ。イエスキいたします。あめん。じゃあ、こういう人々が生まれ変わってないから、生まれ変わりが完成してないから、天に行ける状態、神に守られる、助けられる、導かれる状態になってないから、 再び堕落するわけです。再び堕落して元に戻り、同じ罪を繰り返し、ついにはその罪の結果の責任を自分で取らざるを得なくなる。全く、神のイエスを信じるということは名ばかりで、本当は、違法人のまま、不信者と変わらない。 本質的にはそういう生活を継続していたのがついにまだ頭をもたげただけの話ですよ。戻ったというよりまだ解決しきれてない根っこ、切り株が残っていてそれがまだ芽を出したということ。みんな、しょい、罪を悔い改めながらば根っこそぎに切り株を残さないで。 わかりますね、来るとき、切り株を残さないで、根こそぎに掘り出して、食い当ためて、同じ罪を、同じ日光の生活を繰り返すことはないようにすべきだ。問題は、それがあなたにできるのかという、それがあなたにできないの、できない。 それは肉のあなたにできないのできないのだからまた元に戻るのそれは精霊によらずにはこの世の人間の力ではできないと。できません。アーメンできますか、うん、ですから葛藤が終わりませんよ。水作りが終わりませんよ。肉の思いが終わらないの寝て起きれば頭をもたげるの寝て起きれば直のように走りたくなるの本能できない。 本能それができるのはイエス・キリストがご自分の皆イエスの皆信じる者どもを助けるために信じないものではなくて信じる者罪を徹底して悔い当たった者に送るイエスの精霊の権威と力によらないと生まれ変わりはできないはっきり信じるならば 今日から、いや、この瞬間から、精霊の権威と力を絶えず祈り求める人になるべきですよ。なるべきですよ。よろしいですかこういう警告の言葉、警戒の言葉を聞いてられる瞬間がまだ自分にある人は幸いな人ですよ。なぜ今この瞬間、食い改めて、この瞬間、精霊に完全に頼る生活に、この瞬間、切り替えればいいからですよ。マネ合いますからね。 しかし数え切れないほど多くの人々がこの瞬間を逃してしまって永遠にこの瞬間がやってこない永遠なる世界へ何げ込まれて今激しいをしながら泣きまいている泣きわめいているわけです皆さんこういう言葉を聞くときに泣きわめいて激しいをしながら激しいをしながら永遠に永遠に絶望しているとこういう言葉をそのまま感じる この,この言葉の意味を本当に感じないといけないの。これがお金のた、うん、束ねたお金ならば、これをただてあげるといえば、これに対して感,感動があるで感動が、心が熱くなるとかね、すっごいなとか、こういうふうに神の言葉にも感動を覚えないといけないの。何を言っても、葬式の歌を歌えばちょっと悲しむべきだし。 喜びの歌を歌えばちょっと喜ぶべきだよ。踊るべきだの。イエス様がそうおっしゃってるの。葬式の歌を歌う,歌う人がいればちょっと悲しんで、悲しんでもらわないと困ると。あなたが人間ならば。喜びの歌を歌ってるとちょっと踊っても反応を示さないと喜びよ。そうじゃないあなたは何なんだよ。果たして、僕的なのか。こういう話なんですよ。私たちは。 神の言葉に熱く反応すべきだ。お金に対する情熱よりももっともっと熱く神の言葉と御声に反応して何をさておいてそれを獲得しその通りに生きるために必死になって努力,努,力努力すべきだと。努力なしに自然にできると思っているとなりませんよ。神様は神の言葉に 不平不満を言っちゃいけないと。恐れかしこみながら努力して、その通りに生きるために頑張らないといけない。神の言葉は恐れかしこまないといけない。アーメンです。聖書を見ながら説教を聞きながら、恐れかしこむ心で御言葉を傾聴して、受け入れて、すべての言葉にアーメンと言って、その上を守っていけるように、祈りを持って努力して、 聖霊様によってその力を受ける必要がありますよ。そうじゃないと、一応残っていた切り株が自分なりに罪を食い荒れためと思っているその切り株にまた目が出て、芽が出て、イエスを信じない時と同じような生活に、その肉の思いに、その罪作りに、私たちを再び戻してしまおうか分かりませんから、ね、全く。考えてみてくださいよ。 主イエスを信じなさい。私はもとこれだったんだけども生まれ変わって牧師になったんですよ。あなたとも信じて生まれ変わって運命を変えてほしいですよ。こういうことを言っていたりとかある日、カーッと起こって人をぶっ殺してしまったならば、皆さん、これがクリシャンですかそれでもクリシャンだと言える人は手を挙げてください。いないじゃん。ゆっくり考えればみんな分かるような話だけども、ゆっくり考えないで、いい加減に生きるからこうなってしまうわけです。 主イエス・キリトが死んで復活をしましたそして弟子たちが集まってる家の部屋にイエス様が鍵も開けないで鍵がかかってる部屋に鍵も開けないで体ごとスーッと入ってその輪になって座ってる弟子たちの弟子たちに解いてもらわないでその真ん中に肉大ごとそっと入って真ん中に おだお立ちになったイエス様があなた方に平和があるようになんで怖がっていのかユダヤ人たちがユダヤ人たちが怖いのか死んで復活する私が生きておられることがこういう神は怖くなくてただの人間に好きなユダヤ人たちが怖いのかまあこういう思いで怖がっている弟子たちに向かって平和があるようにそれから 手の釘跡脇腹のやり跡をお見せになってから、もう一度あなた方に平和があるように。全く復活の主義を見た弟子たちが平和がないの,この,世のことで。この世のことで恐れてる。人間のことで恐れてる。神に対する信仰やそれによって与えられる命の救いによる平和平和がないの。 死ねば天国だという全くこういった大胆な信仰もないわ。それで、重ねてイエス様があなた方に復活した姿を3日前に釘跡と釘付けられ槍に刺された、その切り傷が今治っているのをお見せしてからもう一度平和があるように。それからすごい大事な言葉をイエス様が語ったの。 父なる神が私をあなた方のところへ使わせたように私もあなた方を世の人々に使わすと言った皆さん一度裏切って離れた人間どもを再び訪ねてきては神のお一人イエス・キリストが世に来られたようにその裏切り者の弟子たちをまた世に使わすというご自分の弟子としてこういう素晴らしい祝福を発表しますが その後、イエス様が息を吹きかけながら、聖霊を受けなさいと。そう語って、祝福を約束しました。しかし、その後見たら、その弟子たちがどこへ行っていますかその弟子たちが、ティベレスの水を見に行って、まだ魚を取る魚を取っている。復活の詩を見てから、皆さん。 いつも親睦師に説教してるでしょ十字架の上のイエス復活の主イエスそこまでで終わってしまってるなぜそこ、それを見ても興味がない。情熱がわかないから。天におられるイエスいや、再びそこから来られるイエス裁き主なるイエスそういうの、あとは考えませんから。 復活したのを見ても皆さん、みんな一緒に復活の主,活の主イエスを伝えても人間どもには興味が湧かないの。情熱が湧かないの。アーメンできます彼らは聞いたんじゃなくて見て触ったの。イエスの復活をただ、うん、聞いただけたっ見て触って確認もした人間どもなの。それでも興味がないの。 なぜ。それが人間の肉の弱さなの天におられるイエス。天に離れ去ったから目の前から見えなくなったからさらに興味今聖霊によって来ておるイエス。ほとんど無視して勝手に来てるほとんどクリシャンたちの生活を一日一日 調査してみてみれば、ほとんどがノンクリスタンのように生きるの。イエス様のこと、思いしたながら生きる時間が一日に何時間ありますかほとんどは他の、思想発想考え、スケジュールに、人間の話などに、もう全部頭の中を埋まってます。心の中も。イエスを本当に恋人のように、熱々イエス様と今恋愛している人を手を挙げて。熱々 世にいるどんな恋人よりももっともっと今、イエス様と熱々恋愛を今知っている人がいれば、アーメンとアクイエス様に送ります。今、イエス様見てますよ。いつそうだったのか、一応。ハレルヤ、実にイエス様はそれを求めてる。実に。金が束ねた金が入った時の喜びと、 今、イエスを信じている。そして、毎日に、イエス様から与えられる喜びと、どっちが大きいですかなんで僕しそんなのを聞くんですか分かっているでしょう分かってますよ。分かっていながら、なんで言うのこれを変えないといけない,い。イエスのことを思い起こす。時段日に、我々が感じる喜びが、この世と世にあるいかなるものよりももっと大きくあるべきだという話。アーメンでさ 訳は分からないんだけども、イエス様のことも思い出すだけでも、涙が出たり、喜びに感謝にかん、平和にあふれたり、希望にあふれたり、こういう生活を今、父にやってないとすれば、私たちの感覚が心が直のように、肉体の思いに今傾いてしまっているということ、はっきりさりますように、イエスの皆で祝福いたします。たとえ皆さんと私がこういうこと。 こういうふうに信じなくても、イエス様は今、計画通りに世を収めておられるし、イエス様が来られる時は迫ってきてますよ。大阪から来た牧師が言いました、赤しをしましたよ、ねい。いろんな人が、何人かの人が夢を見たら、牧師が現れて、12時が最後の時間なのに、5分前、5分前を、牧師が叫んでいたって、12時になるとイエス様が来られるの。今、12時5分前、11時55分だと。 12時になると思うイエス様来られる今は5分前の11時55分だ牧師が現れて5分前だ5分前だ叫んでる何人かの人にそういう啓示が与えられた。今の大阪の人たちは暑いですよなぜ生ける神と共に生きているからそういうのを見聞きすることができるんですよ毎日のように普段皆さんも聖霊の声を 聞いたり、誘ったり、その通りに来たり、こういった精霊と共に生きる信仰に、皆さんもしっかりと立ちますように。主イエスの皆で祝福いたします。すアーメン自分に直接に聞こえてこない人は、人が伝えるこういう話を信頼して、この皆さんもこの列にポわあるべきでリ。a m ン 俺聞いてないから信じませんそんなのしかし地獄へ行くと信じなくてももう現実そういう状況に置かれてしまうそれで永遠にイエスの皆を読んでも今度は再び神の御国の扉は開きはしないということはっきり信じますようにイエスの皆で祝福出します弟子たちがご自分の代わりに 弟子たちを裏切り者どもを許して世に来られた神のお一人のようにこの世に弟子たちを遣わすこういう素晴らしいことを発表しても弟子たちはまたイエス様に出会う前の魚りの湖で魚を取っていた時の生活に完全に戻っちゃってるの。完全に 復活まで見た人々か、イエス様と食事までした人々か、皆さんはある国のタイトルと昼ごんでも一回食べたら死ぬまでそれ明かすでしょ。ああ、俺がな何がなんだよん。誰も聞いてないのに、誰も聞いてないのにそういう話題を自ら持ち出すの。俺がななんでああ父、父はね。 タイトルと食事をしたんだよ。誰も聞いてないよ、そんなこと。でも死ぬまで明かすんじゃない死ぬまで。そうじゃありませんかそれは悪いことじゃありませんよ。悪いことだと言ってるわけじゃなくて、そ,ういうそれはすごい経験だと。自分の経歴だと思えば、自慢したくなるわけです。 それにまして、イエス様を信じている皆さんと私はどうなのかということを言いたいわけです。イエス様が万能の王であることを信じるならば、それで地獄行くべき皆さんと私のために死んでくれた超越的な恋人だとすれば、どんな恋人が皆さんと私のために死んでくれるのね。うちの女房は、 もう一度生まれたらあんたと結婚しないと言ったの最近今までずっとそんなこと言わなかったのでもつい最近1か月前にショック受けたんですよそんなことを二度と生まれることがないからこの世で今まではそれを否定してきましたね引き目でしかし最近は万が一そう生まれ変わるんだったらあんたと結婚しませんよズバばり言われたの <laughs> まあ俺は心配しないよ横浜横須賀もいるし <laughs> じゃあヒュイエスは超自然的なん俺が一生共にした両ボスにすらもう次には裏切ったんだけどイエス様はもう永遠に永遠に 私たちの人を裏切ることはありませんよ。俺のために死んでくれる夢にも思ったことがないの、あの女は。でもイ、イエス様は私のために死んでくれたの。このイエス様と超視点的な恋人の関係、いまだに結んでないとすれば、ここはみんな結んでるでしょう。あの人に向かってまた、まだ、まだの人に。 あんたは大変ですよ。世にも裏切られ、イエス様にも話されてしまったらどうするのあんたは。それでも生きる希望があるのかと、あの人に言ってあげなさいよ。うん、世の人にも裏切られ、ついには俺のようにイエス様とも見放されてしまうんだったら、あなたに生きる希望があるのかと言ってあげなさいなあの人に。私はそれでも良かったと思うのは、 俺がイエス様を信じていて、ボクシーになっている時にこう言われたからよかったと。逃げ道がありますからよ。イエス様が我々の永遠なる逃げ場だから。信じますかハレルヤ。弟子たちがイエス様を愛してましたよ。しかし、守れなかった。裏切らざるを得なかった。元のイエス様に全く出会う前の。 呼ばれる前の元の生活に戻るしかなかったのは食っていくために仕方がないという生活が彼らを襲っていた彼らは当然それしか選択肢はなかったのそれでシモン・ベテロがヨハネの子をシモンになったのベテロは弟子の名前ヨハネの子シモンは 弟子にななる前前の名前なのイエス様が言ったの、ペトロと呼ばない、もう弟子として失格したから。弟子としては失格者になって、元に戻ったから、元の名前、昔のそのままの名前で、ヨハネの子、シモンと言って、イエス様がまた訪ねていた。これ、ひと、これはショッキングな話ですよ。そのままだと、それ以上関係が進まないと、ス様と、遅刻行きがそのまま決まっちゃうような話なんですよ。 これぐらいは素直に悟りますようにイエスの皆んで祝福いたします。あみん。彼らに40日間こういう言った形でイエス様が世に滞在しながらこの世におられながら弟子たちのところへ現れたり見言葉と見国を教えたりされて40日後にもう最後の日に天に登るときに最後の遺言として 残された言葉が「徒健康録の一章の四節五節八節で四節五節八節を簡単に皆さんに紹介しますと食事の時にイエス様がおっしゃったの私が以前あなた方に話しておいた父の約束されたものを受けるまではエルサレムを離れないでエルサレムでその父の約束されたものを待ちなさいと。 何よ父の約束だたイエスとのせ霊を受けるまではエルサレムに待っていなさい離れちゃいけません人が人間として生まれてから生まれたならばイエスを信じてイエスの精霊を受けるまでは他のことは本当はやっちゃいけないやっても意味がないからそういう意味なのなぜ イエスの皆を信じて、イエスの精霊に満たされて、守られて、突然事故で死んでも天に行く信仰をまず作ってからじゃないと、それで一歩先に何をやっても、結局は朝の霧のように虚しく、しばらくは現れては、やがてはある瞬間に消え去る、そういう霧のような人生に過ぎないという。まず人間であることが認められるんだったら自分が、 まず、イエス様を心から一割なく受け入れて救い主として、その出席の瞬間に罪を徹底して悔い改めて、今までの生き方を葬って、十時間に付き合って、お葬式を済まして、神の子供として、聖霊の力によって、それが守られる父に、嘘一割なく、そういう生活をまず求めるべきだ。 そういう力が自分に精霊によって注がれたと確信を持っていれば、あとはそのまま世に走らないで、まずイエス様を伝えるんだ。エルサレムで伝えて、家族に伝えて、それから兄弟に伝えて、それから親戚に伝えて、それから地の果てまで、海外まで行ってイエスを伝えて、イエス様は再び来られる道を備えるべきだ。11節は、あなたは彼らへの人々よ。 あなた方はなんで天を見つめて立っているのかあなた方が天に開けられる姿をあなた方の目で見たのと同じありさまで再びシュエスが世に来られるこれは天使のお告げですよ。もうイエス様は天に登った後の話だから。これが世にいる人間どもに いかに大事な話だろうか皆さん深く考えて本当にこの言葉の中で恐れたことがありますかなかったなら今夜やってくださいよ。生産しないといけません。今神の言葉は計画は着実に実現しつつありあと5分残して我々が今何を通すべきだろうかもうはっきりと見えてきてますよ。血の果て選挙教会 この教会が建物ですか礼拝堂ですかあるいはこの場に座っている皆さんと私が地の果て宣教教会ですか皆さんと私が地の果て宣教教会であることを信じる人だけアーメンとは主様に送りますアーメン皆さん一人一人と私個人が地の果て宣教教会であり私たち個人個人一人一人が地の果てに至るまでイエスを イエスを救い主として、途えて、明かして。で、再びイエス様がおいでになる時に、空中に引き上げていただけるような、間違いのない正しい信仰を、毎日ように維持しながら、維持しながら、この使命一度目を果たすべきだと。アめできる？あできますそれが血のあって選教教会に送られた神様によって導けられた。 皆さんと私の使命です。中身はすっかり何があっても世に打ちがち。何があっても読みに打ちがち。何があってもその悪の処理に打ちがち。何があってもデの思いに打ちがち。それに制限されない、支配されない、霊的な神の子供としての生活を維持しながら、そち生まれ変わった生活を維持しながら、あとはどんどん福音を述べ伝えて、 地の果て、世の果てまで。それから再び来られるイエス様が必ず知らんぶりしないで上がってこいという。あるいは天使のョンのラッパのない神の。この耳があっても聞こえない。一緒に座っていても肉体の耳では聞くこうとはできない。霊的な音、あるいは声を 自分の霊が聞いてすぐ反応すればそのまま生きたまま上げられるこういう準備をはっきりとしないとはっきりとしながら生きないとダメなんですよダメなんです今までこの教会を作れと作る前の作れと言われるその時から今まで主が私個人にそして皆さんに 刑事をずっと継続的に同じ流れの刑事をしてきましたね。それが今その通りに今実現してますよ。よこれから日本人道だけで地の果てまで行く道を主が開くの。ここで皆さんと私は個人個人が皆さんが準備しなくても勝手に歩いても私はこの道を行くの。 で結果を出す。イエス様によって出してもらう。確実に。しかし、ここから皆さん個人も脱落らしないように頑張ってくださいよ。アめン本当は皆さんは私よりもっと頑張るべきですよ。なんで私より一歩遅れてるから。神の国に入るときは私が牧師として入るんじゃありませんよ。私も神の子供として入りますよ。皆さんも一緒ですよ。 アーメンですかですから皆さんも一歩私より遅れてるから頑張らないといけないという意味です。神の子供として皆さんも入るし私もそうですから。アーメンですか、うん、ああ、昨日おととい国へ帰ったその張チン教授が韓国の国家既読会運動の代表ですね。彼が先週 火曜日から金曜日帰るまでここに来ていながら EMC 進学校で教えたりしながらまたその牧師進牧師といろいろ話を継続的にしていますその中で帰る前に最終的に彼が言ったのは自分が今まで神の教会が世においてこうあるべきだと思い続けて祈り続けてきた教会を日本の EMC で 発見したと言ってます。そして国家既読会運動の流れをどうやっていけばいいかそれも分かったはっきりと EMC がやってることと流れを同じくしていけば間違いないと彼がそう言いましたこれがモデルだこの国家既読会運動が 世界的に今、ネットワークを作って、シュイエスサイリンを準備していく、神の特別計画に入っている、祈祷会運動だけれども、3週間前の土曜日の3時に、主が国家祈祷会運動はただ祈ってばかりじゃなりませんと、今まで EMC 協会に主が与えておったメッセージを、さら生まれ変わらないと神の国に入れない。 メッセージを国家機動会運動とともに全世界に伝えないといけないとシュエスが3度もおっしゃいました。3度も。信じますかですから今まで私が個人的に受けてきた個人的な啓示が今、実現しているのが目に見えるの。どうしてチェン地の果てまで行けるのかな新睦師、本ん伝道ばかりやっていってと思ったこともありますがやっぱり神の時が満ちたら こういった形で EMC 教会が地の果てまで行く道を彼らが開いてくれるの開いてくれるの。そして終わりの地にイエス様を信じるならばこう信じるべきだと今まで我々が受けてきたメッセージそのまま世界に伝えていけばいいわけですよ。よ明日、明日から一週間、ボクシとサモニがアメリカへ行きますね。いきなり突然、金曜日に決まったの。突然。アメリカのロスで えっとチャイベ韓国人教会連合の韓国キリスト教教会連合のチャイベ総会が開きますロスでそこに韓国の代表は趙朴真教授国家キリ会日本では私が行ってこの国家キリ会運動を紹介して知らせるわけですこのネットワークにアメリカ中の 教会が参加するようにこれを全世界に持っていかないといけませんからこれは神の計画だからそれで早速祈ったら神様をまずサモニーに答えを与えてい行きなさいとそれでもまた神が備えてくださる部分がありますからそれがないと神の見心じゃないでもその日のうちに全ては準備が終わったの2日3日を前にして全ての準備が終わったから やっぱり見心である考えてなかったことを主が開いてくるそうするとサンプランシスコロースエンジェルレスそれからサンディアゴまでその行き来しながら国家祈祷会運動を広げていく仕事をして帰ってきますよ土曜日にただこれは体だけ言っても意味がないんですよ主の見心が成就しますようにこれがスタートですから 一ヶ月前、韓国行くときに言ったでしょ。これはスタートだと。そのつながりですよ。それで、世界中にこれが広がって、ただ祈ってばっかりじゃなくて、生まれ変わるために、一生懸命信仰生活してて、今夜突然、イエス様が空中に来るときに、自分の霊が、イエス様の声を聞いて、ラッパの音を聞いて、 瞬間的に自分の意志と,とは関係なく自分の霊的な信仰の準備によって大きな磁石に鉄磁石強い磁石があれば鉄なんかがこう近づけるだけでもくっつくでしょそういうの天から目に見えない不思議な力に我々がもう吸われるかのように吸い込まれるかのような力に 我々が圧倒されれれてげげららるるの上げられるの体重が150キロあっても関係ないのそれよりも強い力で上げられますからアーメンです。で、上げられながら今の体が永遠に生きる体に気づかないうちに瞬間に変えられるの今この場に座っているうちの信者の皆さんの中でもこういうのを小さい霊的に体験したい人がいるの。 それで信仰がさらに熱くなっている人が今ここに座っているの。そういう人はこの世にはもう興味がないの。陸の生活には興味がないの。何でも神受信、イエス受信、優先的に神の御国にへ積んでいく。今心から小さに。ただ、こういう経験がないからといって、神の言葉や声を無視じゃなりませんよ。なぜ頓管で,トンカンでと、こういう霊的に鈍感である自分の不信仰を 泣き悲しみながら悔い改めて皆さんが霊的に敏感になるように祈り求める必要がありますよ。アメン人は味わって楽しんでいるのに、ほで望みを持って目指しているのに、天の御国を自分がトンカンだって霊的に来病者のように自分の体の一部が乱れてしまっても気がつかない。 霊的なライブュ者のような生活をしたなりませんよ。血のあって選挙教会の人は、教会のクリスチャンのモデルとなるべき神のすごい計画に今入っているの。今日、イエス様がおっしゃったでしょう。神が私を世に使わしたように、あなた方に、私もあなた方を世に使わすと。そういうモデル的な教会なの、何がみんな一緒に自分の頭を刺して、自分のことを刺して、 血の張って選挙協会が誰が,し何が何が誰が血の張って選挙協会ですか分かったでしょ何があるいは誰が血の張って選挙協会ですかみんな一緒に自分と自分の体が血の張って選挙協会だ自分の霊魂と自分の霊魂が宿っている自分の体が聖伝です聖伝 この礼拝堂が聖殿じゃなくて、あなたの体が聖殿ですよ。アメン。自分の霊魂と自分の体が立派な神の、子供と神の子供の神殿、教会の礼拝堂のある立派な教会ですよ。アメン。こういう建物がなければ公園に行っても関係ない、路上に出て行っても関係ない、我々は立派な教会ですよ。 自分の霊と自分の体が立派な神の子供と神の教子供の教会、聖殿をなす立派な要素だから、信じますように、それを聖なるものとして生まれ変わった神の子供として正しく作り上げていかないといけませんよ。それからもう通途しないで、檻が良くても悪くても、出会う人々にもしかしてイエス様信じてますか また信じてませんか、はあ、それは残念ですね、大変ですね。早速、イエス様信じて、天に行く準備しましょうと。聞いてくれる、聞くれない関係なく、まず伝えるべきのまず言っておくべきですよ。アーメンイエス様が地獄行くべき、我々の罪を背負って、字架の上で死なれましたから。あなたのためにそうなさったから。いまだにその技を信じないで、その身を信じないで、もったいないでしょう。万が一死後に裁きが本当にあるならば、どうするつもりですか 今のうちに準備しておいて損することないでしょう。ゃあだいて行いきましょう。アメン皆さん。ここにいる人が私が思うのは、チェンギン天国までついてきてほしいの。一人のくらじ全部ついてこなくても、私はこの道を行くのなぜ私は分かってるからよ。私は分かってるの。 シュイエスの聖霊が私と共におられると分かっているし、もう体で感じているの。昨日もおとといも長教授と喋っていたら、聖霊様がまだ油を注いでサインを送って、今言っていることをさらに言いなさい、さらに伝えなさい。生きてる神、生きて働く神を僕たちは体で感じているのに。 せっかくこのボクこんなボクになったならば、皆さんも生きておられる神と共に歩める信仰に立ち。万が一でも立ち直することなく、神の国へ必ず入る、生まれ変わった信仰生活を求めていきますように。イエスのみなで、祝福いたします。アメン必ず数億万人の世にいる人々の霊魂を救うために、神が計画した形で、これから、 主イエス来られるまでの道が地のあって選挙協会が進んでいく道がこれから目に見える形で開きますからそれはもう国家機動会運動とともに目に見えるような形ではっきり始まっていますから皆さんも一人残らず参加して皆さんのこれから永遠なる人生運命そのものを間違いなく神の御国を受け付けるものにまずはすべきだしそれから どんどん多くの人を救って、神の国に共に入って、神の国では永遠に光り輝く冠を受ける存在になりますように。主イエスの皆で出国します